はい、どうも、ゆうくんです。今回も私の車、そして4月の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで、今回紹介する車はこちら。新型 DS7 クロスバック E10 4x4 でございます。で、このモデルは DS ブランドでは初となるプラグインハイブリッドの 4WD モデルの SUV ということになっております。見ていきたいと思います。1ページ目開きますと DS7 クロスバック E10 4x4 の概要が紹介されております。ご覧のようにプラグインハイブリッドの SUV ということになっております。そしてこのモデルはシステム最高出力300馬力ということで、大柄なボディサイズでありながら余裕のあるパワートレインということが紹介されております。そして 4WD システムが紹介されております。フロントリアそれぞれに独立したモーターが採用されているということで、オンロードはもちろんオフロードでも安定した走行が楽しめるということが紹介されております。そして走行状況に応じてハイブリッドモード、コンフォートモード、スポーツモード、 4WD モード、エレクトリックモードの5つのドライブモードを切り替えて走行することができるということが紹介されております。こちらは走行状況に応じて自動でも切り替えることができるようですし、任意で切り替えて走行することもできるという感じになっているようです。そして EV モードですと最高で56キロ走行することができるということが紹介されております。そしてメカニズムが紹介されておりまして、 1.6 リッターのガソリンターボエンジンとフロントリアそれぞれの高出力モーターを組み合わせることによって4輪すべてを駆動することができる4駆システムということが紹介されております。さらにプラグインハイブリッド専用のプラットフォームが採用されるということになりますし、電動対応型の8速オートマ EEAT8 が採用されるということになっております。さらに回生ブレーキでもってブレーキエネルギーを動力として回生することができるということも紹介されております。システムこのような感じになっております。そして充電についてが紹介されております。充電時間それぞれこのような数字ということになっております。さらにスマホアプリを使用することによって充電のリモートコントロールもできるということが紹介されております。そして各部のデザインが紹介されております。 DS ブランドの独特のデザインが各所に採用されております。非常にエレガントなデザインということになっております。そしてデザインの詳細が紹介されております。特にテールライトのデザインがダイヤカットされていて特徴的な感じになっております。そしてインテリアのデザインが紹介されております。インテリアもかなり独創的なデザインが採用されております。ダイヤカットのデザインが採用されていて、まるで芸術作品のような雰囲気のインテリアということになっております。そして各種先進装備が紹介されておりまして、路面状況をスキャニングしてサスペンションの特性を切り替えることができるシステムが採用されておりますし、車線や先行車の位置を把握して追従走行をしてくれるシステムも採用されております。さらに状況に応じてヘッドライトの照射範囲なども切り替えてくれるシステムも採用されておりますし、ドライバーをモニタリングして必要に応じて休憩を促してくれるシステムも採用されております。さらに駐車もアシストしてくれるシステムも採用されるということで、運転がしやすい SUV ということになっております。そしてグレードが紹介されておりまして、グランドシックのみの設定ということになっております。このような感じになっております。そしてボディカラーがこちらの4種類から選択することができるようになっております。そして DS のレース活動の様子が紹介されております。このレース活動で得たノウハウを DS7 クロスバック E10 4x4 に採用しているということが紹介されております。そして DS の各種サポートなどが紹介されております。そして保証やアフターサービスもかなりしっかりしておりますし、フィナンシャルサービスなども提供されているということになっております。そして各種 SNS なども紹介されております。裏表紙このような感じになっております。はい、ということで今回は新型 DS7 クロスバック E10 4x4 について紹介しました。カタログの内容と話の内容を異なり表現とあったと思いますが、その点はご了承ください。また所々お気苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。で、このチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あと Twitter の方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、 Twitter のフォローもよろしくお願いします。 Twitter のアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。